はい、これもねトラックなんですが、まあ、これ詳しい方がいたら教えてくださるとまあありがたいんですが、なかなかね、珍しい、ものにはなるかなというふうに思います。で、これは何のシャーシーなのかがちょっとわからないんですね。おそらく私が思ったのはスカニアかなと思ったんですが、スカニアともちょっと違うような気がするんですよね。だからまあ随分と、昔の、車、1970年代ぐらいのトラックではないかなと思います。でこれはミニカーのメーカーとしては、どこだったかな、これはね英語が読めませんじゃないですかね、ちょっとわかんないんですね。で、マッチボックスかなと思ったんだけど、でも違うみたいですから、まあ、ちょっとわからないんですけどね。ただ多分レズニーだったんじゃないかなと記憶してるんですけども、まあイングランド製ですね。今ではちょっとあまり珍しいんですが、まあイングランドの、作られていた、ミニカーです。で、これがね、まあ、今ではあんまり見かけることがない、まあ、珍しい、トラックだなという感じです。もし詳しい方が、誰か詳しい方がいらっしゃったら、この顔を見てピンときたら、お願いしたいなと思うんですが、なかなかの、いい迫力のあるトラックでね、こういうダンプも昔から好きですね。なんでだか知らないけど、こういうダンプもねやっぱり好きなんですよね。だこういう車もなんかこう迫力があってね、非常にいいなというふうにものを感じますし、なんかこういう車を見ると何て言うんですかね、こう落ち着くと言いますか、何て言うんですかね、この非常になんかこう安心するって言ったらおかしいですけど、まあなんかこういうすっとぼけた感じの車が好きなんですね。でなかなかこういった車というのも気に入っている一台のではあるなというふうに思いまして、なかなかいいトラックではあるかなというふうに思いましたね。というわけでどうもありがとうございます。